いやー、素晴らしい。こんなのないです、こんな回。キラキラとか言われたの初めてです。はい、おはようございます。本日も始まりました。東京ナース学院 TV の時間でございます。はい、本日も総合 MC をさせていただいております。ママ殿、ひめこと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、こちら、東京アナウンス学院 TV はですね、水曜日、木曜日、金曜日と3日間、朝の時間帯を使いまして、東京アナウンス学院にあります各学科ごとに、水曜日でしたら、声優家さんとアナウンス家さんだったり、で、木曜日だったら、芸能バラエティ家さんだったり、で、金曜日だったら、演技家さんだったりと、それぞれ、科ごとの特色コーナーで、もう盛りだくさんのね、素敵な、コーナー、もりもりの情報発信しつつの楽しい番組でございます。はい、そんな金曜日。そう、本日は演技家さんからイケメン俳優の卵たちが来てくれております。眩しいですね。はい、自己紹介お願いいたします。はい、東京違う、そんなんじゃなかった、そんな感じじゃなかった。はい、じゃあ普通に行かせていただきます。ついていこう、お願いします。東京アナウンス学院演技科2年の斉藤直樹です。よろしくお願いします。わーい、朝からね、今日ほんとキラキラですね。眩しいですよ。夏なのに今日涼しく感じるのはやはりその感じのせいですかね。風出てますから。いや、ほんと風出てますよ。昨日とか今日蒸し暑くって芸能バラエティかクソだなって思ってますから、ね、いやもうそんなことないですよ。そんなことない。はい、いや涼しいわ。お、ではもう一方お願いします。はい、東京アナウンス学院演技科2年の中島隆夫です。よろしくお願いします。安定のこっちも爽やかですね。やばいですね、嵐来ましたね。嵐、右から嵐が何そう、飛ばされそうになりました。激しいね。危なかったですよ、激しいね。完全に今、いやいやいや、あれ、はい、お二人で一緒に来るのは初めてですか？2回目ですね。もう、はい、そしてあれ、クラスとかも一緒です。クラスはちょっと違うんです。あ、違うんですか？はい、はい、なんかむつまじいと思っていたら、なんかむつまじい。僕は家族ぐらい仲がいいと思ってるんですけど。あら、やだ。まあ、どうなん、中島くん的には家族ぐらい仲いいんです？まあ言っちゃえばファミリー。あら、ファミリーですからね。ファミリー、今自分でって自分で笑う、自爆するっていうね。はい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 、爽やかさが違いますね。いやいや、ほんと朝オープニングでイエーって叫んでキラキラキラーって対応されたの初めてですよ。ちょっといじられると恥ずかしい。他の子全部、うーってもう下品に騒いでるだけだったんで。パターンを変えて。感動しましたね。はい、本日はそんな演技家さんとお送りします。お願いします。